ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。今日倉庫の掃除をしていたら、このような縦長の鏡を見つけました。表側が鏡で裏側が木です。上の部分にクリップを取り付けることでセラフィックを上から照射できるんじゃないかと思って、こうクリップをはめてみるとしっかり安定したんですよ。ただこれをこう壁に立てかけておくのも結構不安定なので、ダイソー商品である装置を作りました。これだ。どうだ。ワイヤーラックと金具、そして結束バンドを使って縦長のやつを作りました。この中にあの木を入れて、その上にクリップを取り付けて上から照射しようと思います。あの黒い結束バンドが売ってたんで、これを使って、ダイソーでステンレス取り付け金具 300mm ってものがありまして、これが硬いんですね。結構硬くて重さがあるので、ワイヤーネットだけを取り付けるとこの上の部分がここアフアフするんですよ。だからこれをコの字に曲げて結束バンドで取り付けることによって結構頑丈になったんですね。多少この木がこの中で暴れたとしても、このワイヤーラックから出ることはないのかなっていう。でこのコの字のパターンと、あとはこのまっすぐ取り付けました。あんまり大きいのがないんで、このワイヤーラックを結束バンドで止めてみると立たなかったんですね。金具を手前に取り付けることでしっかり動かなくしたという。ワイヤーラックはミントとグレーにしました。夏っぽいでしょう。下はこの紐をつけて、これもダイソー製ブックエンドというものを縦にこのように設置しました。で白いビニールテープで固定してます。これとても硬いんですよ。プラスチックじゃなくてステンレスなんで、上に木を乗せた時にも全然へっちゃらっていう。ちょっとこう高さが足りなかったんで、少し底上げするということでこれを作りました。本当はもっといい装置あるかもしれないんですけど、もう時間がないというかね、即席で暑くてどうしようもなかったんで即席で作りました。これを上から取り付けます。だね。安定感がねえな。安定感がないけど一応行ったわ。この上にクリップを取り付けます。前世のこれを探していたんですよ。このようにしっかり固定することができます。ボルクスジャパンのやつです。これがネジ止めがあるんで、重たい電球でも安定しました。こういう感じです。いや大変だったな。こうなってます。ふぶきテトラ取り付けました。こんな感じ。木がここにありまして、水槽があります。バックスクリーンを入れてないので、この格子のやつが見えちゃってますけど、まあここは検証水槽なんでいいんでしょうということで、本体まあまあ厚いですけど、これよりひどいのあるからまだマシだわ。どっかの面、どこだったっけな、神畑かボルクスジャパンか忘れたけど、めちゃくちゃ厚いのあるんですよ。それから見ると熱は抑えられてる方じゃないかとは思います。もちろん暑いけどね、分かる人には分かると思うんだけど、このメカニック感がいいっすよね。ロボット感が私は好きです。エーハイムの油膜取りを使ってるんですけど、途中からこのようなパーツが不足してます。これを入れることによって魚の吸い込みを防止できる。小型魚は中に入りにくいって言うんですけど、これを使うと全然油膜が取らなかったです。なので外しました。外すとしっかりこの四方八方から油膜を取ってくれるんですけど、このパーツ意味ないわ本当に。昔これだけだったんですけど、何年か前にこれが付属しまして、今のモデルはこのパーツもあるという。でもこれいらないです。これ本当油膜取んないです。これ使ったら黄色みを帯びた水草です。あ、光合成してるな。ボコ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 。軽くこれではちょっと分かりにくいかもしれませんが、この揺らめきがここに反射しないんですよ。もしかしたら紫 LED が入ってるからかもしれませんが、このクリップ照明ってこの揺らめきが結構ここに入るんですよね。そうするとまあそれは幻想的だって思う人もいるんだけど、私はそれが苦手です。だから使ってこなかった。でもこれはなぜかその揺らめくのがないんですよ。これ見てわかる通り、別に何も加工してないですよ。普通に上に置くタイプの照明と同じように水槽全体を均一に照らしてくれる。これ地味に大きいですよね。このメーカーの考えにすごく共感できたので高いですが購入しました。ようやく畑水槽ができたので、この状態で様子を見ます。ご視聴ありがとうございました。バイ。